しくお願いします。よろしくお願いします。手とこの手を清めてからお参りするところ。素敵なから鳥が止まると書いて鳥と止まるです。ありがとうございます。はい、お願いします。あ、すいません、待ってもらいます、ね、ちょっと重いかもしれないです。とんでもない。大丈夫ですかね。大丈夫ですよ。はい、すいません、ありがとうございます。はい、お願いします。よいしょ、はい、荷物どこ置きましょう。あ、なんかこの辺に足で、はい、ありがとうございます。よいしょ、やれよ。あ、やだ、開けます。はい、すいません、屋根だけお願いしていいですか。はい、ではオープンいたします。ありがとうございます。すごい天気がいいですね。そうですよね、絶好の撮影日和ですね、はい、ちょっと風強いですけど大丈夫ですか。あ、大丈夫です、ありがとうございます。それじゃあ開けます。はい、開けます。 1,2,3、 はい、お尻後ろに詰めていただいて、はい、ではタイミング見て出発します。はい、ちょうどバッチリ9時。はい、お願いします。水車下がります。はい、なんかなんすかね、なんかまあ、今から行くところと、あとなんかリエさんのお好きななんか浅草のグルメとか、なんか浅草来たらここに行くと楽しいよみたいな場所があったら教えていただきたいです。グルメとかおすすめの場所ですか。はい、ここ気持ちいいですよね、このいいですよね、はい、この通り。車も少ないですけど。あ、そうですね、確かに。それではちょっとここで自己紹介だけさせていただこうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、改めまして東京力車のリエと言います。はい、リエポンで呼んでください。リエポンさんですね。はい、リエポンです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、早速ちょっと橋渡っていきましょう。はい、お願いします。今日は橋の向こうにね、はい、重きを置いて、あ、行きたいと思います。初めて渡ります。あ、本当ですか。はい、とか東橋っていう橋ですね。あ、東橋ですね。東橋です。ここ坂道じゃないですか。はい、ちょっと重い感じですか。重いというよりは、はい、ちょっと引きづらい感じはありますね。ああ、そうなんですね。平坦な道より。はいはいはい。ちょっと失礼しました。重いとはあんまり、はい、重さはあまり感じない感じですか。そうですね。ああ、そうなんですね。コツ次第ですかね、多分。コツがあるんですね。コツ次第です。はい、東京力車はどうやって知っていただいたんですか。東京力車さんは今浅草のホテルを取りに来たんですけど、はいはい、1ヶ月ぐらい前に、はい、その時に、浅草について調べていて、はい、で人力車さんのこのなんですかね、 YouTube の動画が、はい、何本か出てきて、はい、で、まあ、そのホテル取った帰りにちょっと寄ってみようかなと思って、なるほど、はい、ってところがきっかけです。ありがとうございます。撮影がすごい楽しくて、はい、やっぱりホテル一人でこう黙々と撮ってると結構辛いんですよね。なるほど。はい、でも浅草いっぱいホテルありますもんね。浅草、そうですね、面白いホテルも結構いろいろあって、はい、
分から30分ぐらいで、はい、いつもやってますね。今日ちょっと多分長くなるので、はい、なんか2つに分けるかもしれないです、初めて。分かりました。はい、あの私も気合い入れて頑張ります。あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。いい動画が撮れますように。リーさんのあの TikTok のすごいあのダンスの可愛い動画とかいつも見てます。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。大したことないかもしれないんですけど。はい、何ですか。ご説明させていただくと、あそこに、はい、あの炎っていうのは、あ、ご存知ですかね。はい、アサヒビールさんの、はい、社員さんの情熱の炎を表してる炎なんですけど、はい、あれあの見るところによって見方が変わってくるんですよ。見方が変わる。そう。どういうことかというと、ちょっともうすぐ分かると思いますので、はい、楽しみにしてます。はい、もうちょっと坂なのであのバーッと行っちゃうんですけど、はい、よかったらあの上を見上げていただいて、はい、ちょっと見方変わってくると思います。見方が変わる。そうなんですよ、坂のによって変わるんですよ。見えました。あ、見えました。あ、なんか尻尾みたいな。そうなんですよ。あ、確かに。あー、すごい。ゴールデンスカイツリーです。はいはい、映ってます。はい、あ、ありがとうございます。大丈夫です、映ってます。はい晴れてる日にはよく見える。はい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 、ゴールデンスカイツリーです。へえあれ、あそこにあるか。そのほろ右手にスカイツリーがあるので、その角度から反射して、はい、ちょうど金色に見える。はあ、はい。じいさんは、この仕事を始めてどれぐらいになるんですか。そうですね、1年生の時に始めて、私今大学4年なんですよ。はい、お、大学4年生。だから、はい、3年弱になりますね。あ、今までで撮影されしてきた人の中で一番多分長い方ですね。そうなんですよ。はい、私あの、東京リクターの支部の中では一番、はい、あのおつぼねですね。おつぼねまだ若いのに。そうなんですね。そうなんですよ。へえ。実は意外と。そうなんですね。あれ、大学4年生ってことは、はい、あれですか、今アルバイトか何かで。あ、そうです、アルバイトですね。ってことはもうあれですか、就職で。そうですね、だから、はい、来年卒業するので、はい、まあ、あとちょっとですか。あ、そうなんですか。へえ。あ、そうなんですね。新天地でも、はい、頑張ってください。今あの新天地決めをしているところですね。はい、あ、今就活中って感じですか。そうなんですね。あ、そうなんですね。まあ、世の中の人生は大変ですね。はい、あ、そうっすよね確かに。でもなんか人力車引いてたっていうとかなりこう食いつき良さそうですけどね。あ、そうですか。なんかだってあれじゃないですか、コミュニケーションも必要だし、なんかこうこうなんですかね、いいところをこう発信するみたいな能力がないと。なるほど、そうですね、はい、できないから。なんかちょっとあの使い方が難しいみたいなところありますね、面接官の方に。ああ、人力車のイメージってあんまり、はい、こっちこないじゃないですか。確かに乗らないと。そうですよね、乗ってみないと分かんないですよね。だからちょっと、はい、あのお伝えするのがなかなか難しいところありますね。ああ、はい、書いてくださったように、はい、うまくなんかいい評価もらえるのかもしれない。ああ、いや本当にそう思います。頑張ります。頑張ってください。あの、めちゃめちゃ応援してます。ありがとうございます。ずっと人、はい、ずっと人力車をやってこられた感じなんですか、学生時代は。はい、なんかいろんなバイトしてて、はい、今スターバックスでもバイトしてます。ああ、スターバックスでやってるんですね。あ、バナナのやつ美味しいですよね今。バナナ美味しかったですか。美味しかったです。あ、良かったです。チョコバナナのやつが美味しかったです。はい、あ、私もチョコバナナ派でした。あ、いいっすね、あれチョコバナナのバナナめちゃめちゃバナナですよね、あれチョコバナナ。はい、私あのちょっと言うのが大変なんで
はい、いつもチェコバナナですって言ったんですけど、ああ長いです、まあ、名前が。そうなんですよ、チェコバナナのバナナですね。じゃあもう一つ2点目にちょっとご紹介したいスポットがここなんですけど、はい、大体あの駐車場あたりですね。はい、あそこがスカイツリーからちょうど、はい、スカイツリーの高さがどうですか。あ、634メートル、はい、大世界、はい、武蔵なんですけど、はい、ちょうど634メートル地点っていうのが、あ、あなるほど、駐車場もあったりですね。あーなるほど、あのスカイツリーを倒すとそうです、大体ここに、あえすごいですね、そう考えるとすごい高さがある、ね、電柱でちょうど、ごめんなさい、あ、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、あれがここに届くんですね。なんでこの人力車を引こうと思ったんですか。最初はですね、はい、あの私女の子一人じゃなかったんですよ一番最初は。あ、そうなんですね。なんかあの人力車を引いている女の子の存在を知って、はい、あすごいなと思って始めてみたっていうのが一番最初、はい、あそうなんですね。そうなんです、ただその子はもうちょっと卒業しちゃったんですけど。あそうですか。なんかあれですよね、今でこそ東京力車さんって女性車夫さんすごく多いですけど、はい、やっぱり昔ってそうでもなかった感じですか。あ、そうですね、昔は少なかったですね。あ、そうなんですね。私が入った時は、はい、女性含めて3人。あ、え、そんなにあれだったんですね。そうですね、全然今と違う感じなんですね。まあ、今じゃもう10人以上いますけど。そうですよね、15人ぐらいいます、はい、増えましたね。それからあの私のおすすめなんですけど、はい、渡ったところにいるので、はい、このスカイツリー側、スカイツリー側、スカイツリー側のおすすめを、はい、ご紹介できればなと思います。ありがとうございます。なんか引きましたね。あれ、いでも落ちてないです、落ちてないですよね。あのマンホールを踏んだそうです。あー、そうですか。あの音がするんですね。私、あの、はい、水町っていうところがすごい好きなんですけど。水町、はい、どのあたりですか。隅田リバーウォークをスカイツリーに向かってまっすぐ行くと、はい、隅田公園があるんですね。あー、はいはい。で、隅田公園の横にあのスカイツリーラインの下のあたりにあお店がたくさんあるんで、おしゃれなところありますね。あ、そうです。はい、そこが水町って。あそこ水町って言うんですか。そうなんです。はい、ああ、ありがとうございます、はい、なんか結構あの晴れてる日とかはあれですよね、テントとか広げて公園で、あ、そうですね、はい、してますよね。すごいなんかおしゃれですよね。おしゃれですよね。はい。テラス席がたくさんあって。ああ、いいですね。気持ちよさそう。綺麗な公園ですよね。そうなんですよ。春とか桜がすごい綺麗。あ、ここに桜が咲くんですね。そうですね。すごい。はい、ちょうどスカイツリーが、おお、すごい綺麗なんです。それから、あ、ありがとうございます。すごい迫力ありますね、ここから見ると。ちょうど5つです。はい、
見えてきましたね。はい、あ、鳥居と、あ、ありがとうございます、大丈夫です、はい。はい、はい、おはい、しました。ゆっくり車を見せますね。はい、行きます。はい。少々お待ちください。それでは失礼しますね。はい、ありがとうございます。ベルト外します。はい、先生はゆっくり降りていただいて、はい、よいしょ、すいません、かまぼれ、はい、ありがとうございます。こうやってパワースポットにこう連れてきてもらって説明してもらえるっていうのがすごいあの嬉しいですね。なるほど。なんか、はい、こう知らない場所がいっぱいあるんだなっていうのが、はい、はい、なんか旅行のサイトとか見てもなかなかこうわからないじゃないですか。そうです、そういう場所で、はい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 、牛さんがいますね。はい、名前の通り、はい、牛が、これはあの入れなんです。あ、入れそうなんですよ。なんて書いてあるんですか、下包丁塚、はい、昔なんかあの牛の牧場だったそうです、はい、あ、ここ牧場だったんですか。そう、あの地名が牛島っていう名前になったそうなんですけど。あ、牛の島みたいなことですか。牛の島、へえ。奥の方に撫で牛っていう牛がいて、はい、そこの撫で牛、鶴がたくさんあって、あー、はい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 、あれは撫で牛っていう、撫でるんですか。そうです、あ、なんか撫でたところが良くなるよって、はい、ここから見てもテカテカしてるのがテカテカしてますね、はい、たくさん撫でられてるかもしれない。ちなみにここはあの800年代に作られたそうです。え、すごいですね。だいぶ古いですよね。へえー、何時代だ、800年。はい、いつもやられてます。あ、やったことないですね。あの一応ですね、はい、コロナ対策で今ちょっとあれなんですけど、はい、一応置いてあることに置いてあります。あ、どういうものかを説明してもらえてもいいですか。手水はですね、はい、はい、あの口とこう手を清めてからお参りするところなんですけど、はい、そこに作法って書いてあるんですけど、はい、まずはあの水を汲んでいただいて、はい、近づきます、ね、ありがとうございます。水を汲んでいただいて、はい、最初に左手で水をかけて、その後にこう水で右手に水をかけて、はい、でそこからこう左手を清めたところをこう、はい、コップにしてこれで口をゆすぐんですね。あ、でそしたらその口をゆすいだ手をこう洗って、はい、で最後に自分が持っているこの柄杓の取っ手を洗って、で終わりです、はい、あのあれですか、神様にお祈りお参りをする前に体を清めるっていう、はい、そうですね。ああ、なるほど、体を清める場所ですね。わかりやすい説明ありがとうございます。はい、神社のお作法なんですけれども、はい、神社は二礼二拍手一礼でお願いいたします。二礼二拍手一礼、はい、ちなみになんですけど、お賽銭おいくらがいいかご存知ですか、はい、あ、あれですよね、あ、やりましたか、他のところでも、他のところで、あの縁結びのところで、あ、やりました、はい、
覚えていらっしゃいますね。ご縁ですよね。はい、大正解、はい、神社なのでご縁、はい、神様とご縁がありますようにということで、はい、ご縁でお願いいたします。はい、というところで早速お参り行きます。はい、握手して、拍手、はい、願い事を言って最後にお辞儀です。はい、OK です。はい、ありがとうございます。行きました。はい、じゃあ向こうから行きましょう。はい、岩があるじゃないですか。はい、あ、確かに。これあの夏は、はい、蝉の抜け殻がたくさんついてるんですか、ここに。たくさんついてるんですよ。蝉の抜け殻が欲しい人は、はい、持ってこいよな。そんな人が。そうなんですよ。これが丸牛さんですね。はい、ツルツルですね。ツルツルですね。はい、どっか直したいところありますか。直したいところ、あ、猫背なので背中ですかね。はい、じゃあ私も猫背なので背中を。猫背ですか。ちょっと猫背です。あ、そうですか。なんかやっぱ勉強とかされてたらやっぱりそうですよね。腰が、はい、座ってて、あ、治りそうな、いい感じですね。はい、サムネ撮りますか。あ、ぜひ。 ありがとうございます。めちゃめちゃいいです。こっちの方がいいか。あ、いいですね。あ、ありがとうございます。OK です。はい、尺足りそうですかね。尺はもう全然足ります。足ります。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとあと5分ぐらいあるので、はい、あっちの方ちょっと一瞬見てから行きます。はい、ありがとうございます。人力車のお仕事をこう長く続けてらっしゃるじゃないですか。はい、なんかこう魅力みたいなところって。魅力ですか、人力車の。はい、そうですね、魅力2つあるかなと思ってて、はい、まず1個目は、まあ、もちろんこのいろんなお客さんとこう、はい、お話ができることが1個目の魅力ですね。はい、なんか全然知らない方とこうお話しするのってなかなかそういう機会ないじゃないですか。確かにないですね。人力車に乗っていただくと、はい、まあ、短くて10分からこうお話しする機会があるので、はい、それが楽しいっていうのがまず1個目です。あ、それから2個目は、はい、あの浅草って本当にいろんなお店があるんですよ。はい、でなんかお店の方とこう仲良くなったりもするのがすごく、あ、なんか、あ、浅草だなって感じますし。確かに。まだまだ3年弱やってても知らないお店たくさんあるので、はい、あ、多いですよね、浅草ってね。お店、確かに。だから今でもあの浅草の探検したりします、ね。はい、あ、そうなんですね。はい、あ、いいっすね。はい、そんな感じで、ね、楽しいですよね。YouTube 始めたきっかけとかってあります？ YouTube 始めたきっかけはやっぱり僕もあの、なんですかね、コロナの関係で時間がやっぱりこうできたっていうのがあって、あ、そうですね。はい、でまあなんか海外からこう日本に来る今来れないから、なんかそういう人たちに向けてなんかこう日本にいる自分がこう、はい、なんかこう発信すると、あ、なるほど、はい、みんな喜んでくれるかなと思って。お、素敵な。本当ですか。素敵なきっかけです、ね。あ、ありがとうございます。海外の方よく見てらっしゃるんですか。あ、海外の方が8割ぐらいですかね。あ、そうなんですね。はい、英語の字幕とかつけるんですかね。あ、英語の字幕つけます。すごいですね。いやいやいや、なんかもうあの、あれです、あの、いわゆる日本人が学ぶ英語の文法みたいなので作ってるんで、はい、ちょっと読みづらいかもしれないですね。あ、見てくださってるんですもんね。すごいですよね。はい、ちなみに BA さんは英語での案内とかってできる感じですか。英語の案内は、はい、何回かしたことはあるんですけど。あ、そうなんですね。やっぱなんかちょっと難しいですよね。はい、あ、難しいですか。頑張んなきゃなと思ってます。あ、でもすごいですね、あの、この海外の方をこう案内してるっていうのは。本当ですか。はい、なんかちょうど今イベントやってますね。これは何のイベントでしょう。海の市。
確かに、あの食を中心としたイベントって書いてありますね。いろんな場所の、はい、美味しそうですね。美味しそうですね。こんなにたくさんイベントやってるの初めて見たかもしれない。あ、そうなんですね。こんなにイベントやってるの。Kさんは食べるの好きですか？大好きですもういつも食べてます、はい、本当に。そうなんですね。ちょっと、はい、じゃあ、あの辺からご紹介しようかなと。はい、ここは和菓子のお店です。はい、あ、かき氷始まってますよ。あ、もうそんな季節ですか？夏ですね。1って書いてありますね。一屋さん、柏餅のお店です。で、次が、あ、メロン。夏ですね、ここも。メロン。メロンジュース。ああ、これは夏に出るんですね。美味しそうですね。これ何ですか？ここなんか、はい、バーガー屋さんです。バーガー屋さんなんですね。わ、おしゃれ。おしゃれですね。テラス席もあって。確かに。ちょっとなんかパリっぽいですね。確かにこう向こうが抜けてるのがすごい。いいですよね。いい感じですね。ああ。すごい。はい。他なんか撮りたいの？撮りたいましょう。もう一個先行ってみますか。はい。雑貨屋さんです。雑貨屋さん。ここでなんか小さいフライパン買ったことあります。そうなんですね。おしゃれなやつがあった感じですか？おしゃれなフライパンに。またあのカフェみたいな感じなんですけど、はい、クレープ屋さんなんですよ。クレープ、そこが。奥カフェなんですけど、目の前で焼いてくれるクレープ屋さんで。あ、そうなんですね。そうなんですよ。でもここすぐ売り切れちゃうんですよね、このクレープ。人気じゃ、人気の。人気なんです。はい、あ、ここもおしゃれ。なんかおしゃれ、おしゃれですね。おしゃれなんですよ、はい、なるほど、はい、こんな感じです。はい、ありがとうございます。ここが、はい、一番端っこいですね。もうちょっと端っこになっちゃうんですけど、はい、私の好きなパン屋さんがあるので、パン屋さんご紹介して戻ろうと思います、はい、あ、サムネいりますか？サムネじゃあ撮りましょう。サムネ、あ、すごいですね、ここ。あ、いいですね。どうしよう。あ、いいっす。これいいっすね。ちょっとありがとうございます。はい、ありがとうございます。よかった。ネタになりますように。あ、確かに。晴れてるとすごいここ気持ちいいですね。いいですよね、うん、川沿いだからいい感じで涼しいですね。あ、確かにそうですね。最近ちょっとね、暑くなってきたんで。そうですね、はい。あ、そうですね、撮ってたんですけど、はい、今はもう浅草だけになってますね。あ、そうなんですね、はい、浅草本当にいろいろありますもんね。あ、そうですね、でもまあ、はい、一番の魅力は人力車だと思ってるんで。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。かっこいいところだ。本当ですね。サムネありがとうございます。はい、すごい映えますね、この辺。映えますよね、はい、それではもうすぐ着きますね。はい、あのムーヤさんっていうお店なんですけど。ミューヤさん。ムーヤって名前です。パンとエスプレッソってご存知ですか？パンとエスプレッソ、なんかあの自由が丘とか表参道とかにあるようなすごい有名なカフェなんですけど、はい、そ、ね、この系列店。あ、そうなんですね。四角い食パンたくさん売ってるんですけど、
あ、なるほどなるほど。今ちょっと流行ってますもんね、あの、そうですよね、高級食パンというか。私しかもパン大好きなんですよ。ああ、そうなんですね。だからもう本当は本当に、はい、ああ、いいっすね。ああ、映えますね。ありがとうございます。看板とでも映えますね。看板とでも映えますか、はい、よかった、はい、朝ごはんもやってますね今。あ、本当だ、朝の、こんな感じです。はい、ありがとうございます。おすすめでした。はい、めちゃくちゃなんかおしゃれなところいっぱい紹介してもらってよかったです、はい、ここでなんかね、あのちょっとこうくつろいでスカイツリーに行くっていうのがいいかもしれないですね。いいですね、はい、ちょうど隅田地蔵門から降りてすぐなんで。あ、確かに、はい、楽しみながらスカイツリーまで歩いていけると思います、はい、そうですね、まあ、電車で乗ったら1本なんですけど。そうなんです、すぐ着いちゃうんですよね。すぐ着いちゃうんですけど、はい、まあ、あのちょっとお時間がある方は、はい、そうですね、はい、そんな感じで戻っていきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、戻りましょう。海外の方からはどういう動画が好評なんですか。なんていうんですかね、まあ、あの皆さんがお仕事されてて、はい、結構ガイドをしてくれるじゃないですか、はい、浅草のなんかこう神社の歴史とか、うん、はい、ああいうそのガイドに対してすごいこう素晴らしいガイドだとか、はい、まあ、そうなんですね、はい、そういうところとか、あとやっぱりこう元気に仕事されてるところがやっぱりこういいねっていう、はい、ありがたいですね。この女性の方がこうなんすかね、こういう人力車でこう、はい、頑張ってる感じがやっぱりこう刺さるんじゃないですか。なるほど、はい、嬉しいですね。なんかね、あんまりこう人力車自体がそもそもこうアジア以外だとあんまりこう、はい、文化として、まあそうですよね、はい、ないですよね、なんか私なんか中国に来たことがあって、はい、その時にあのなんていうか中国の人力車みたいな、はいはい、自転車、中国人力車ってのありますね。そうです、はい、自転車バージョンの人力車に、はいはいはい、乗ったことはあります。ああ、そうなんですね自転車なんだ。結構自転車もきつそうですけどね。そうですよね、はい、友達と乗ったんですけど。へえ。マジは結構いろんな人力車ありますよね。ああ、そうですよね。なんか海外の人に向けてちょっと無茶ぶりっぽくなっちゃうんですけど、はい、なんかこう人力車というか、まあ、魅力みたいなところ、はい、人力車の魅力ですか、はいはい、魅力は、はい、うーん、なんかあのいろんな車夫がいるんですよ、はいはいはい、だからこう同じ場所に行ったとしても車夫によってご案内の仕方とか違うし、こうガイドの仕方とかも違うので、はい、なんかそういうところをこう見ていただきたいなと思ってます、うん、そうですね、はい、はい、そんな感じです。 ありがとうございますそれでは最後に、はい、西島神社正面から、はい、神社の鳥居の話って聞いたことありますか。あ、ないかもです。ないですね。神社になぜ鳥居があるのかという話なんですけど、はい、はい、その理由をご説明すると、はい、こうあの神社って神様がいらっしゃる場所なんですよね、はい、ただ神様ってどこから来ると思いますか。お、どこから来るんですか神様は空から来ます、はい、あ、空から来るんですね、はい、空からあの鳳凰っていうね、はい、あの大きい鳥に乗ってくるんですけど、はいはい、その神様が鳳凰から、はい、鳳凰に乗ってこう空から降りてきて、はい、神社の前でこう鳳凰から降りるんですよね。あ、なるほど。で神様だけこう神社に入ってくるんですけど、はい、その降りた鳳凰がどこに泊まるのかというと鳥居に泊まるんですよ、はい、あ、だから鳥が泊まると書いて鳥居と言いますね。鳥がいるっていう感じですよね。そうです、あ、鳥が泊まる、はい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 、で鳥居と読むんです。あ、神様は鳥居で鳳凰から降りて、はい、こう真ん中の道を通ってみんなの願いを叶えに、はいはいはい、あ、ますよという、そういうことだったんですね、はい、お話です。あ、すごい、結構あれですもんね、その日本人でも、はい、鳥居のなんですかね、鳥居ってなんだろうって感じだと思うんで。あ、そうですか、はい、確かに、まあ、なかなか神社とお寺の違いとかも難しいそうですよね。失礼
礼しました。大丈夫ですか？失礼しました。はい、それではお待たせしました。はい。いただいて、ね、あ、重たいです。すみません、はい。めっちゃ重いですよね。ごめんなさい。いやいや、とんでもないです。あ、すみません。ありがとうございます。それでは車も一度上げます。はい、はい、お願いします。はい、お尻後ろに詰めてください。はい。はい、出発します。はい。リエさんはどこか行きましたゴールデンウィーク？私あんまり国内旅行とかこう旅行しないんですけど。はい、あ、そうなんですね。おー、すごい、なんかおしゃれですね。そうです。はい、江ノ島には最近行きました。あー、めちゃめちゃ今年の江ノ島は混んでるってテレビでやってましたね。すごい混んであります。アメリカの方が一番、あ、そうなんですか。はい、多いですね。はい。なんか人によって変わってきます。シェフの方によって結構違うんです。アジア圏の方がたくさん見てくれるシェフさんと、はい、どっちかというとアメリカとか、はい、そっちの方が見てくれるシェフさんみたいなのが結構分かれてて。面白いですよね。はい、ここちょうど後ろにスカイツリーが見えます。映るかな。はい、でかいですね。おととい橋という橋ですね。おととい橋、はい、はい、なんか分かります、その違いみたいな。違い、その人によってみたいな。そうです、そうです。何なんですかね。ちょっとあれ分かんないっすね。難しいですかね。難しいっすね。なんかお好きな場所1個あげるとしたら。私が好きなところは、はい、最近芋やすさんがすごい好き。はい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 。行ったことあります？あ、ないです。あれですよね、いっぱい芋が刺さってる。はい、この屋敷の近くなんです。はいはい。あ、TikTok で見ました。本当ですか？はい。お芋のサンドイッチになってるやつ。はい。すごいっすよね。あれ見た目もすごいし。そう、あれでもすごい美味しいですよ。はいはい。がっつりですね。あれがすごい好きです。はいはい、食べました。1回食べました。熱々のメロンパンですよね。そうです、はい、美味しかったです。あれ、アイスが入ってるバージョンもあるんですけど。あ、へー、そうなんですね。やっぱ夏はアイス入ってるやつが食べたい。あー、いいっすね。わーっあれですね、走りますよね、一日。そうですね。はい。ちょっとキロで言うと分かんないですけど。はい。iPhone の歩数計。はいはい。はい。だいたい3万歩ちょっと。おお。くらいしてます、ね。はい。3万歩。何キロだろう。何キロなんですかね。何キロありますね。絶対ありますね。10キロちょっとかな。10
キロちょっとですか。もうちょっと行ってるじゃないですか。ちょっと行ってます。もうちょっと行ってるじゃないですか。だって走ってると距離伸びますよね。はい。ちゃんと測ったことがないので。ちょっと確かに。ももちゃんがそろそろいてくれてると思うので。はい、ありがとうございます。はい、人が増えてきましたね。そうですね、だんだん、もう10時ですもんね。はい、そろそろみんないらっしゃる頃ですね。あれですよね、あの昔の住所が、はい、残ってる。本当に一番一番なんですけど、はい、皆さんぜひ覚えておいてください。そうですね、神山は浅草の一丁目一番一号という貴重な住所です。写真をね、写真をぜひ、はい、あの撮りに来て。コボちゃんさんかな。コボちゃん、はい、神谷バーを説明してもらいました前に。はい、はい、今復習会議でしたね。そうですね。雷門の横のスターバックスなんですけど、はい、あそこはすごいテラス席があるんですよ。ああ、そうなんですか。そう、テラスから雷も見ながら、へえ、フラペチーノでも何でも飲めます。そうなんですか。僕いつもあっち行ってました。あ、本当ですか。はい、あの奥にもありますよ、ね、あの奥、はい、なんかあそこすごい静かで、確かにいいですよね、はい、割とこっちの方がなんか観光客の方向けで、ね、あ、そうですね、なんかそうですね、そのイメージが。ただあのテラスが空いてたらすごく気持ちいいので、はい、ありがとうございます。行ってみます。最後にスタバのおすすめをぶっ込んで。さすがですね。はい、下場の店員として、はい、今度ね、いちごが始まるんですよね。いちご始まりますね、はい、あ、美味しいですよね、いちご。好きですか。いちご好きですね。わー、よかったです。いちご一番好きかもしれないです。本当ですか。はい、なんか去年なんかシュワッといちごとかゴロッといちごとか、あー、飲みました、飲みました。はい、まだなんかあの普通のいちごフラペチーノ食べてないんです。あ、そうなんですね。ただ私はこれからに期待してるんです。こんにちは。はい、最後はスタバの話してしまいましたが、はい、本日はありがとうございました、はい、すごいあの楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。じゃあゆっくり車を降ろします。はい、行きます。はい、失礼します。はい、荷物もらいますね。あ、すいません、この前に。はい、ホテルの中にお願いします。あ、すいません。はい。こんにちは。あ、全然大丈夫です。ゆっくりで全然。はい。不器用なもので。いや。いろいろね、手に持ってますから。すいません。お気遣いいただいて。あ、ありがとうございます。お待たせしました。はい。これが領収書と、はい、アンケートになります。はい。はい、ということで、あの本日は、はい、あ、どうも、はい、ありがとうございました。じゃあまた、はい、あの、はい、やれば、お待ちしてます。はい、よろしく。ありがとうございました。こっち、あ、ごめんなさい、こっち。すいません、先に言えばよかったですね。カメラ見ちゃった。はい、ありがとうございました。すいません、はい、じゃあここで切ります。はい、はい、ありがとうございました。